スラミフィメッセレルは、ロシアのバレリーナ、振付屋である、日本のクラシックバレエの基礎を築いた。東京文化会館ロビーにて、91歳1908年8月27日、モスクワ生まれ2004年6月3日ロンドンにて死去。2位、アサフメッセレル、名、マイアプリセツカや、オイーガ、アザーリプリセツキーなど、バレエ一家に生まれる。1926年、 ボリショイバレー学校卒業。同年、ボリショイバレー団に入団し、兄とペアを組み、ドン・キホーテ、パリの炎、バフチサライの泉などの主役を踊った。また、教師として、名のマイアプリセツカヤも指導した。1928年には、水泳選手として、スパルタキアードに出場した。自由型50メートル1位、100立方メートルくらい。 4X100 メートルリレー1位1960年来日チャイコフスキー記念東京バレー学校で2年間日本人生徒を指導したその後ロシアで本間陽子、ロンドンで熊川哲也やビビアナ・デュランテなど世界各地で行進を育成した2005年ロシアで自伝記憶の断片をオリンピア・プレスより出版した スターリン賞君三等随法賞、大英帝国勲章、デームの称号、本間洋子バレースクールにメッセレルの自筆手紙と2ショット写真が掲載されている。ありがとうございます。